竹花淳は、元宮城テレビアナウンサー、元解説委員、宮城県仙台市出身、宮城県仙台第三高等学校、武蔵大学を卒業し、1972年に宮城テレビに入社。スポーツ観戦を趣味としており、宮城県サッカー協会理事、ベガルタ仙台市民講演会の顧問を務める。また、地域スポーツ文化講座のコーディネーターを務めたことも、 ある。お酒が全く飲めない。宮城学院女子大学の情報処理の講師も務めている。定年により、2008年3月28日をもって、王、バンデスのニュースコーナー、ニュース、リアルタイム宮城のキャスターを卒業し、4月以降は解説委員として出演。全身番組、王、バンデスニュースプラス1などを含め、 平日夕方ニュースのキャスターを1985年春から実に23年間も務め上げた。解説委員としては2012年9月28日まで番組への出演を4年半続けた。2012年10月よりベガルタ仙台取締役事業部長に就任。2016年4月22日の第22回定時株主総会において退任を発表。実は 慶應義塾大学薬学部教授の竹花真。長男は福島ユナイテッド FC クラブダイレクターの竹原海。ありがとうございます。